アルブルボッコ教室の辻です。ですね、今日は、今日はというかですね、まあ、電動工具の使い方、道具の説明ということで、シリーズ化しようと思います。それで、今日はまず手始めに、DIY、もしくはそのモッコの家具作りで僕らがどんな電動工具を使っているかっていうのを大まかなところ、ざっと日常的に使う機械を紹介したいと思います。ざっと、こんな形で、電動工具はあります。だからいっぱい物を買わないといけないって思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実際僕ら使う道具っていうのは結構限られてます。ただまあ一個一個が高いので、まあその価格帯ですね、安いものだといくら、高いものだといくらで、それがどう違うのかみたいなものも、一個一個説明していこうと思います。今日はその、紹介動画ということで総合してちょっとお伝えしていきます。で、まあ、これだけの道具があるんですけれども、まあ、結構専門的な道具もあるんで、実際のその DIY 日曜大工で使うものはどれぐらいになるかっていうのをちょっと一回減らしてみましょう。はい、で、これだけ減りました。だいたいこの辺が揃っていれば家でも結構できることはあるんじゃないかなというぐらいです。いろんなまあ道具があります。その機能についてじゃあ説明していきます。はい、まあまあそうですね、こういう形でまあ少ないです。じゃあちょっと一個一個、道具を見ていきましょう。はい、ではですね、ちょっとまず、初めに説明したいのが、よく皆さんがご存知の丸ノコですね。で、これはどういう機械かというと、刃が、こう回転します。こっち方向ですね。こういうふうに回転して、物を切る、という形になります。で、同じく、このビスケットジョインター、いろんな言い方があります。ビスケットジョイナーとか、そういう形の言い方もありますが、これも、まあ、似たような種類として、これをこうやると刃が、丸ノコの刃が出てきますね。こういう形で。だから一応、用途は切るわけではないんですけれども、ちょっとこちらの方に、入れてあります。要はこういう丸い、ノコギリの刃が回転して物を切る機械です。これが、まあ、丸ノコ、これが溝切りカッターというものですね。で、これがビスケットジョインター、同じ、刃が回転するものです。で、丸ノコっていうのは、まあ、いろんな、深さを、調整したり、できますし、斜めに切ることもできます。使うのにすごい、ちゃんとした、ルールがあるので、それを守らないとかなり危ない道具です。この溝切りカッターも同じですね。基本はすごい似てますけれども、刃が面白いことにこういうふうに変身してるんですね。まっすぐついてるわけではなく、こう何と言うんでしょう、角度がついて回るので幅広い溝が掘れるというのがこの溝切りカッターです。形は似てるけど全然違うものですね。はい、でこのビスケットジョインターは何をするものかというと、板はぎ、板をこうつなぎ合わせるものとか、実際に家具を組む時っていうのに、補助やそのダボ、の役割をするという、形の機能を持っています。まあ、主に、こういうものが、丸い刃がついた、切削の機械ということで一つのジャンルです。次に、これが、ジグソーです。皆さん聞いたことがあるかと思います。手でこうノコギリを切るものを代用してくれるというような機械です。これは、同じく切る道具で、ここに本当は、まあ、刃がついているんですけれども、まあ、イメージできるかと思います。で、同じ切る道具でも、この丸ノコとジグソーはじめ、どっち買ったらいいの、どっちも物が切れるんだよねということでよく、聞かれるんですけれども、得て増えてというのがあります。丸ノコっていうのは直線を切るのに、すごい、きちんとした能力を発揮するというものですね。ノコギリの刃が面になってますので、きちんとまっすぐ切れるというような形になります。これで、斜めに切る、斜めじゃない、曲線を切るというのはまず不可能な話です。はい、で、片やジグソーは、糸ノコ、ちっちゃい頃にその、工作で使ったことがあるかと思います。図工の時間とかですね。で、それを要は手に持ってできますよというのがこの糸ノコです。で、これでも直線は切れます。なんですけれども、糸ノコの刃、ごめんなさい、ノコギリの刃っていうのは、ちょっと今焦げついてますけど、こういう形でですね、すごい柔らかいというか、曲がりやすいものになります。ですから、糸のこじゃない、ジグソーっていうのはまっすぐ切るっていうのもできるはできるけど得意ではありません。
それよりも曲線、例えばこういう丸に切りたいだとか、そういうものを切るときに能力を発揮するものです。だから、切る、同じ切る道具ですけど、どっちを買ったらいいのと、よく聞かれるんですけれども、僕がおすすめするのは、まあ、初めはジグソーがいいんじゃないかなと思います。僕も一番初めに、家具作りをやりたいと思って身を見まねで、買った道具っていうのがジグソーでした。で、それがあれば一応なんとなくまっすぐには切れるけど精度は出ないと。ただ、用途としてはいろいろ使えて危険が少ないので、まずジグソーがあったら、ノコギリの、手でやる手間が省けるっていうような形の考え方になると思います。はい、以上が、まあ、切削の道具ですね。切削違うな、切断ですね、物を切る道具というような形の、考え方です。溝切りだけはちょっと溝を掘ったり、その用途としてはちょっと違うんですけれども、はい、同じ、まあ物を切ったり掘ったりするという道具が、まあ、大体似たようなこの、カテゴリーになるかと思います。はい、では、こちら、そうですね、カメラも長回しで大丈夫です。これが皆さんご存知インパクトドライバーですね。ドリルドライバーがこっちです。インパクトドライバーというのはその名の通りインパクト、衝撃を与えながら、物を止めていきます。で、同じく、何でしょう、何と言うんでしょうかね、ドリルドライバーとインパクトドライバー、どっちを買ったらいいのというふうに聞かれるんですけれども、まあ、僕は初めインパクトドライバーでいいんじゃないかなと思います。衝撃を加えながら物を止めつける力もあるんですけれども、もちろん、この取り付けるビットによって、物を、掘ったりということももちろんできます。で、ドリルドライバーでも逆に同じことはできるんですけれども、トルク調整ができたり、何でしょうね、用途としては幅広いんですけれども、やっぱりパワーで言ったら、インパクトドライバーになると思います。で、作業性の速さを求めるんであれば、やっぱりその力が強い方がいいので、インパクトドライバーをお勧めしてます。またそれもこの違いについて、その物の使い方ということでご紹介させていただこうかなと思ってます。はい、物を止めるもの、穴を掘るものということで、このインパクトドライバーとドリルドライバーですね。はい、では次、はい、はい、では、同じくこれが、電動工具の中で、よく DIY の中でも、何と言うんでしょう、花道、花形スターとも言われる、トリマーですね。日曜大工の中でも、こういうさっきも紹介したもの以外で、このトリマーというものがあったらいろんな用途で、使えたりできます。はい、で、このトリマーで、トリマーと僕らは一般的に言うんですけれども、トリムルーターとかも言ったりします。正式名称が、どちらかというと、まあ、トリムルーターというような形になりますね。はい、でここに同じくビットがいろんなものが取り付きます。溝を掘る、穴を掘るようなビットだったり、あと面取り用のビットですね。面取りというのは、例えば角材のちょっと角をこう丸くしたいだとか、45度にしたいだとかという時に、取り付けるビットのことですね。はい、主にその穴を掘るというのと、溝を掘る、それとあと面を取るという時によくこのトリムルーター、トリマーですねを使います。その強力版が、このルーターですね。こういう両手で押さえるものですね。用途としては同じです。物が強力化、まあ、使い勝手がいい、簡単なちょっとした溝を掘るかみたいなところですね。例えばこのルーターの、一つ特殊な使い方で言ったら、大きい、板の天板があったとします。こうグニャグニャと反ったようなものですね。それに自分でガイドを作ってこうやってブーンと掘っていくと平面が出るだとか、例えばそういう大きな、加工をするときによく使ったりします。はい、で、最後、これが、サンダーですね。電動サンダー、はい、紙やすりでこう木を表面をきれいにしたり、角を取ったりするというのは皆さんもよくやったことが、あるかと思います。それが、ま、なかなか手でやると、すごい大変なものを、これも振動で、モーターの、動きが伝わって、こう何て言うんでしょう、上下左右に動いてくれます。サンダーにも、まあ、いろんな種類があるんですけれども、代表的なものがこの、こういう、サンダーですね。はい、これが、まあ、研磨の機械です。はい、ということで、じゃあまた元に戻って、はい、
ということで、ざっと、まあ、こんな機械がありますよというものを紹介させていただきました。まあ、実際に僕ら その工房では、いろんなもっ と、大型機械がたくさんあったりします。なんですけど、ご自宅であったりちょっとしたものを作業するっていう時にはもう大体ここら辺の道具、さっき、まあ、ここから減らしたものもありましたけど、あんな感じのものがあれば、ある程度のものはもう簡単に作れるかなというような、形になります。まあ、一個一個また紹介させていただきます。で、いろいろ、まあ、メーカーもあると思います。廃工機だとか、まあ、日立ですね。日立から変わって廃工機になりました。廃工機だとか、マキタ、ボッシュ、あとはリョビとか、もういろんな、メーカーがあります。またその違いについてもちょっとご説明させていただこうと思います。今マキタが結構多いですけれども、別にマキタの推しなわけではありません。たまたま、まあ、僕が使っている機械だったり、安価なものを、まあ買っていたら、まあ、こういう形になったというような、ニュアンスですね。はい。まあ、今日はそんな、電動工具を、総合したちょっとご紹介ということで、お伝えしました。はい、じゃあそれではまた一個一個の、その使い方、あと特徴っていうのを、ご説明させていただきますので、またそちらの動画も楽しみにしてください。はい、今日はありがとうございました。